皆様、こんちゃでございます。こんちゃでございます。まあちょっと一杯やるかなっていうことでね、ストロングチューハイを買ってきたんで、まあこれでも飲んでダラッとしようかなって、そういう動画なんですが、当然おつまみが必要でございます。これだけ飲んでたら単なるアル中でございますんで、買ってきました。餃子買ってきました。餃子ですね。これですね、半額で149円。まあ、150円だね。結構大ぶりな餃子がですね、6+4で10個入ってますね。結構これ、タイトルがですね、まあ、ここに書いてありますね。国産具材の焼き餃子ということで書いてて、半額で146円ですね。あとですね、からし明太子ですね。からし明太子。これ、かなり辛いやつですから、からし明太子ですね。これですね、150円の、確か150円です。かなり安いやつなんで、だから半額祭りですね、今回も。餃子とからし明太子で、2つ合わせて300円ということですね。そしてまあ、ストロングチューハイちゃんを飲みながら、ストロングチューハイ飲みながら、餃子、みたいな感じでございます。なんか、ね、遊んでない。まあ、こうやってさ、炭酸飲料こうやって遊んでさ、こんな炭酸飲料でこんな風にやった遊んでさ、ひがめひっくり返すとさ、線を上げた時にブシャーっとこう吹くんで危険なんだけどね。はははっていうことです。じゃあこれでいただきたいと思います。それでですね、からし明太子はこのままいただくってことですね。で、こっちの餃子ちゃんはですね、餃子ちゃんは、やっぱ電子レンジでちょっと温めようと思いますんで、温めたいと思います。で、温める時に気をつけなきゃいけないんで、俺よくやるんだけどさ、じゃあ、とりあえず開けるね。開けて、ギンギンギンって開けるんだけど、この中にですね、こうですね、タレが入ってるんですよ。この、まあ、タレ、あ、結構2つも入ってるね。この餃子のタレがあるんですけど、これをですね、入れたまんま、電子レンジにかけるとどうなるかっていうと、爆発します。爆発するんで、まあ、大変、爆発するっていうか、溶けてね、中身が出ちゃうとかいうのがあるんで、まあ、これは注意しなきゃいけないっていうことがあるんで、これはちゃんと外したいと思いますね。で、電子レンジが回ってる間、餃子が全く食えないで寂しいんで、1個だけこっちに移して、冷たいまま1個だけ食って、残りは、回転させて、電子レンジで温めて、それでタレつけて食うと。まあ、こんな感じの動画でございまして、こっちはこっちでこのまま食うと。まあ、こんな感じで、そしてストロングチューハイを飲んで、で、一応氷で、コップに入れとこんな感じで、やっていきたいと思いますね。よろしくお願いします。じゃあちょっと電子レンジで温めてくるんで少々お待ちくださいね。電子レンジちゃんとダイデンデンデンケチン、いやな、はい700ワットで2分、あ、なんか変な音、そんなの大丈夫です。700ワットで2分で温めたいと思いますね。めんどくさいんで取らない、電子レンジね、ちゃんと、うん、なんか変な音がガンガンするけど、まあ多分大丈夫だと思いますんで、爆発はしないと思いますね。じゃあいただきたいと思います。で、これから噛むのがネギラピッとですね。で、これ、じんくん。で、これ、お箸、お箸って。じゃあ、なんか変な音すんな、ほんと嫌だな。ダイヤ。じゃあ、ストロング中。なんかほんと電子レンジ変な音すんな、大丈夫かな。まあ大丈夫ですね。きっと。なんか戦前のさ、昭和30年代のさ、なんか貨物列車みたいな音するね、ガチャンガチャンって。ちょっと例えが難しいかな。じゃあ、ストロングチューハイをいただきたいと思いますね。はい、いただきたい。じゃあね、乾杯、乾杯。あー、うめっ。おいしい。じゃあ、ちょっとまず餃子ちゃん。冷たいまんま。あ、これはやっぱ電子レンジで温めた方がうまいわ。中身がさ、こんな感じで、うん、まあ肉と野菜、すごいニンニクが効いてる。これすごいニンニク効いてるんで、これから誰かと、あ、大事な人と会おうって時はこれはやめた方がいいですね。ニンニクすごい強いんで。でも僕はそんな予定はないので大丈夫ですね。このまま一人で寝るだけです。材料は一番多いのはキャベツ。それで次は調味料。で、ビタミン B1、pH なんとか剤、なんとか剤ですね。で、大豆、ごま、鶏、豚、魚介類を含む、あ、エビ、カニ、卵を含む。なんかいろんなものが細かくいっぱい入ってんだけれども、ほとんどはキャベツみたいですね。ほとんどは中身キャベツみたいな。いいんだ、美味しけえん。あ、なった、終わったね。
あちゃ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 。じゃあ無事にこう餃子ちゃんが温まったんで、これでねいただいていきたいと思う。あーおいちゅ、やっぱストロングチューハイ、チューハイやっぱストロングじゃないとダメだよね。やっぱねストロング、ストロングチューハイですよやっぱり。これ 9% アルコール度数 9% ですけどね僕にとっちゃ大した濃さじゃない。僕はもう普通に 25% の焼酎をストレートで飲むような男でございまして、こんなのは水みたいなもんでございますよお酒お酒じゃどうしようかな。タレで、タレはこれ気をつけないとね、こうやってやったらバーッとぶちまけてこういう白い服とかがさぐちゃぐちゃになっちゃうんで、あこあそうか ここで開けようとしたけど、かけてみたらここがギザギザになってるので、このギザギザのところを使えばいいんだな。うん、ギザギザのところ気をつけないと本当にね危ないんだ。でここにこう、うん、こういけて、でこれは汚さないように、汚さないようにティッシュを置いて、ティッシュの上にこうやって置いとけば大丈夫なんか汚いな、ちょっと見えないところにこっちやってで、じゃあちょっと餃子を1個ね、まずタレつけないでこのまま、さっきも食ったんだけどあったかいまま、あっ温めた方がやっぱ全然美味しい。こういう、うん、もちろん中身はさっきと一緒なんだけど、中の油が溶けてんのと皮もねすごいもちもちっとしてる。やっぱこの油がちゃんと溶けて元この食感が出てるのがすごく美味しい。やっぱ温めないと全然ダメだね。これあんまりよ、うめえ、あんまり酒がうめえ、あうめえ、チューハイうめえ、いやーうまいね、美味しいね。じゃあ次も餃子、今度タレつけてね。いや美味しいね、俺餃子好きなんだよね、うん、俺ねすごい餃子、この餃子のね皮すごい好きなんだけど、皮さ炭水化物だからね太んだよね。うん、俺ね餃子すごい好きなの、ほんと餃子好きでさ、王将の餃子とか特にすごい好き。王将って皆さんご存知ですよね、あの餃子王将、あの言わずと知れたあのチェーン店なんですけど、あれはほんと昔からあるんだけど、あの餃子の王将の餃子がほんと俺好きでさ、すげえにんにく臭いんだけどあれ大好きで、それでね今は最近配らなくなったけど、昔はですね、あの餃子の王将ってあの無料券をね山のように街中で配ってた。その昭和の末ぐらいかな、昭和60年代ぐらい、俺がちょうどあの大学生やってた頃だよ、ね、すごいですね。ともかく街歩くとですね、時々あの餃子の王将がですね、こうこういうですね、今ちょっとこれあれなんだけど、こういうね封筒、こういう封筒を配ってた。街で普通にビラを配るんだけど、そのビラを配るんだけれども、そのビラの紙に封筒を配ってたんで、餃子の王将で、これをですね、受け取るわけですよ。絶対逃しちゃいけなくて、配ってる人が別に餃子の王将の服とか着てないし帽子もかぶってない普通のおっちゃんが怪しげなビラみたいに配ってるんだけど、これを絶対もらうんだよ。で封筒を配ってるって言うと話があると、学内で今日餃子の王将の封筒あそこで配ってるぞみたいな、自由が丘の駅で配ってるぞとかいう情報がパッと共有されるんだけど、当時はさ LINE もさ SNS も何もなかったから、ただ口コミでパッと広がるんだけど、とそれをダッシュで取りに行くんだよ。いや、まあ俺は自由が丘の方に、で、まあ、学校高校とか大学が自由が丘の近くだったから、俺で自由が丘の駅で配ってるぞっていう話になると、すぐ友達に学校行ったら、おい、自由が丘の駅で配ってたぞなんて言うと、みんなもらいに行ったりとかして、で、その封筒をもらうんですよ。うん、で、その封筒の中に何があるかっていうと、餃子の王将の、その餃子のただ券が入ってる。1枚で餃子が1人前食べられるっていう、ただ券が入ってる。で、このただ券がですね、使うのに縛りがある。で、つけ姫券とお店券っていうのがある。で、つけ姫券っていうのは、
例えば配ってるのが、まあ、今11月だとしたら11月使います、12月使います、1月使います、2月使いますって、月ごとにあの使えるのがあって、1ヶ月単位でやって12枚入ってる。これが月決め券で、もう一つはですね、お店券って言って自由が丘店で使います、渋谷店で使います、あの新宿店で使います、高田馬場店で使いますとか、そういう池袋店、当時は池袋店なかったんで池袋店はないんだけど、王子店で使いますとか赤羽店で使いますとか、お店ごとに使えるってやつで、有効期限が1年ってやつがあるわけ。それが束になって入ってる。でどうするかっていうと、自由が丘で受け取ったら自由が丘券はその自由が丘で使うんだけれども、他のやつはどうするかって交換するんだよ。そのコネクションを使ってその交換して、その自由が丘の人たちは自由が丘券を集めるわけで、で早稲田大学の人は高田の馬場、早稲田大学あるから高田の馬場券がいっぱい欲しいわけよ。と俺なんかは早稲田大学のやつに、友達なんかに電話して、高田の馬場券と自由が丘券交換しませんかって言うんだよ。と僕は応じるわけよ。と俺は当時高田の馬場の方になぜか住んでた、まあ、実家がそこの辺にあったんだけど、その高田馬場のとこ住んでて、で、俺は自由が丘の方の大学入ってたんで、みんなからその王将の切符を集めるわけ。高田馬場券の、チケット持ってるやつみんな俺にくれよくれよって言うんですよ。そしたらみんなにこうもらっていい、こんな自由が丘券だけ高田馬場券だけこういっぱい集めるわけで、向こうの友達は向こうの友達で自由が丘券のチケットをその早稲田大学の中で集めてもらうわけです。で、それを自由が丘店のその多田券と高田馬場券のやつを落ち合って交換するわけで、俺が持ってって、で自由が丘店の多田券をその高田馬場券の多田券くれたやつにそれぞれこう返していくって、で交換して、でみんなで多田の餃子をいっぱい食べるって、これがですね、いわゆる王将のですね、そのなんていうか、チケット交換っていうやつでございましてですね、結構当時のですね、大学生はこれをやった人は多いはずです。でそれを別にいけないことじゃなくて、むしろ餃子の王将がそういうことやってくださいみたいな言い方してたんだよね。つまりその地元の人同士でこう知り合って、まあ、チケット交換どんどんやってくださいっていうことを餃子の王将自体が言ってたんで、それをですねガンガンやったっていう記憶がありますね。で餃子の王将、ちょっと餃子のばっかだけど明太子開けたんで明太子食うか。この明太子なんかすげえ辛いな、こう見るからね、こう唐辛子の塊みたいなのがついてるよね。これ大丈夫かな、辛い。カレー辛い。やっぱり明太子は辛いですね。でまあその、辛い話をする、まあ何話してんだね。カレーな、ちょっとお茶の。本当は辛い時に炭酸飲むといいんだよね。炭酸飲むと一気に、あ、炭酸じゃん。レストランも違う。やっぱ炭酸飲むと落ち着く。炭酸とだから辛いもんって相性がいいんだよね。で、そのさ、集めたタダ券をさ、今度さ、その、どうするかっていうと、それ持って餃子の王将行くんだけど、大学生って大体みんな金がねえからさ、どうするかっていうと、餃子の王将で大ライスってのは頼む。ライス、白いご飯だよ。白いご飯の大ライスを頼んで、うまいうまい。これが確かね、当時ね、150円ぐらい。大ライスだ。150円ぐらいで、それで餃子を1人前をただけで頼むと、昼ご飯1食が150円で済むんだよ。でね、餃子のですね、王将の大盛りご飯って半端なく大盛り。俺、学校動画で一回、餃子の満州で大盛りライス食うっていう動画一本撮ってたけど、あんなもんじゃない。もっとすごい大盛りが来るんだよね。それを、今はちょっと値段上がって、たか、
今いくらなんだろうな、餃子王将。多分ライス230円だと思うんだけど、大盛りすごいてんこ盛りくるんだよ。でそのライスとその餃子一人前だけで飯を食うっていうのは、これがですね、なんか究極の貧乏飯みたいな部分があってですね、当時学生の中で結構流行って、やっぱりその餃子の王将っていうと、まあ行かれた方は分かると思うけど、鉄板メニューで、あのいわゆる餃子定食っていうのがあって、餃子2人前にライスにおしんこと、あとまあそういったなんかつけてもらう、あのスープかついてるっていう、そういうセットがあるでしょ。うん、あれが通って500円ぐらいだったんだけど、うん、あの餃子の王将行って定食頼むやつはセレブと言われてました。セレブ、要するに贅沢品ですよ、セレブって言われてて、うん、今日王将行って俺は餃子食っちゃったんですよ。餃子定食のこと餃子って言うんだけど、うん、今日は俺王将行ってさ、餃子食っちゃったぜ、ちょっとおーセレブとか言ってみんなで冷やかすっていう、そういう鉄板ネタが当時ね、昭和の末頃の大学生のね、あの一つのネタになってたんだよね。お懐かしいな。うん、今は結構ね、王将もそうやってなんかいろいろ家族向けファミリーレストラン化っていうのを目指してて、ちょっと値段も高くなって、うん、でロードサイド店とか作ったりとかしていろいろやってるけど、昔の王将っつったら本当に安くてボリュームあるけど汚いっていう、そういうお店だったんですね。今は本当小切れになったよね、王将も、うん、昔は本当あの金のない大学生の味方王将みたいな、そんな時代が結構ありましたね。懐かしいな。たまに王将行きたくなるんだよな。なんか俺が住んでるさ、町にさ、王将がねえんだよな。王将がなくて、ただ餃子の満州はあるから、満州はよく行くんだけど、やっぱ満州の餃子はあれはあれで美味しいけど、うん、王将の餃子は王将の餃子でまたうまいんだよね。うん、だからまあ、うん、あれはあれで行ってみてえなみたいなところは、うん、餃子の王将もさ、なんかその俺もあの県庁ずっと勤めてて、その後まあ県庁辞めて法科大学院行ったんだけど、その若いその、ね、若い人たちと一緒に餃子の王将で酒飲んだこともあるけどね、王将とかで一杯やるのもなかなかねお手軽でいいよね。うん、ファミリーレストランとかでお酒飲むっていうのもあるけど、餃子の王将とかで一杯やるっていうのもなかなかあれもね楽しいですよ。なんか飲み放題プランとかあったりとかしてね、なかなかねよかったね。うん、うん、あカレー、やっぱカレーは飲み放題プラン、餃子の王将の最近飲み放題プランとかあるもんな。うん、餃子の王将でやっぱ餃子ってやっぱビールじゃん。餃子の王将ってだ、餃子って普通ビールなんだけど、なぜかね餃子の王将の飲み放題プランにはビールが入ってなくてさ、なんかプレミアム飲み放題とか言うとね、ビールが入るとか、そんなのがあったな。なんかやっぱあの田中君明先生の話とか聞くと、やっぱビールって高いらしいんだよね、あの単価が。なんで、うん、ビール飲み放題すると割が合わないみたいなことはよく言われる。こうやって焼酎みたいなのを飲んでくれるのが一番お店は儲かるんだみたいな話をしてたから、そういった意味でね、まあ高い、あのビール飲み放題するなら高い金払えやみたいな、そういう、あ、やばい、こぼす、大丈夫かな、大丈夫ね、酔っ払ってくるとさ、こぼすんだよね、そしたら服が汚れるんだよね。うん、うん、そういうのはよくあるけど、うん、どうかな、全部飲まないともったいないな。うん、うめっ、やべ、こぼしちゃった、そそし、そそし、そそ酔っ払ってくるとどんどんそそするよね、人間ってね。うん、酔っ払うとほんとダメだね。さあ今年はね、忘年会とかいっぱい行きたいような気がするんだけどね。うん、コロナも明けて、コロナもなんか落ち着いたしさ、
なんかそういう人の集まりみたいなところにどんどん出ていきたいなとは思ってんだけど、なかなかね、どうなんだろう。とりあえずね、いろんな人のオフ会とかそういうのはどんどんね、まあやってくれる人のところには参加して、いろんなところに顔は出していきたいなと思ってるんだけど、こういう生活してるとさ、ともかくさ、人との接点がなくなってきてさ、うん、結局こうやってるけど、結局俺はカメラに向かってくっちゃぶってるだけの話なんで、どんなカメラの向こうの人にやっぱ直接お会いしたいなって気持ちはすごく強いからね。だからまあいろんなところで出ていきたいなとは思ってるんだけどね、なんかコロナ明けがどうなるか、うん、とりあえず現状としてそのまあ日本はコロナ明けて解禁になったんで、まあ忘年会とかいろいろできるような話だけど、なんか韓国の方とかね、なんかすごいまだすごい感染者が増えてて大変なことになってるみたいな報道もあって、ちょっと日本だってまたね、また一気に自粛みたいな感じになってきたら忘年会とかもできなくなっちゃうみたいなこともあるんで、そういった関係でね、まあ今がチャンスみたいな感じでさ、うん、出れるような人の集まりにはガンガン行ってみてね、この引きこもり生活を少しはね脱出したいなみたいな気はある。うん、餃子美味しいね、これまた変なくなったら買ってこよう定価じゃ変わんない半額だったら買ってこようみたいな感じだね。うん、やっぱり一人でこうやって一人きり部屋の中でじっとしてるのはさ寂しいもんですよ。まあ動画とかでコメント欄とかいっぱいコメントいただいてね、それでまあ孤独を紛らしてるみたいな感じあるけど、まあリアルでやっぱいろんな人に会わないとね、人間ダメだから、人と会う機会があれば積極的にいろんなところに出ていきたいなみたいな、うん、ことは考えているんで、ただこれコロナがね、コロナが本当に収まってくれるかどうか、とりあえずね、自分主催のオフ会はまだね、うん、立ち上げてないんだけど、いろんな人の不快にはどんどんね、出れるもんは出てって、なんかいろんな人にお会いしていろんな話がリアルにできたらね、楽しいな、みたいな。そんなことは考えつつね。うん。あー、うめえ。あ、終わっちゃった。まあ、これ一本でいいでしょ。ね。まあ、あんまり飲みすぎてもね。うん。あれだから、まあ、最後にこれを。最後の。これも唐辛子の塊。うん。やっぱカレーだこれ。あれまだカレー、カレー最後のお茶飲もう、お茶飲もう。うん。というわけで辛子明太も餃子も全部いただいて、酎ハイも全部飲んだということで、まあ、とりあえずこんな感じでね。まあいろんなところの不快にね頑張って行けるもんは行ってみたいなみたいな感じがあるんで、もしお会いした方はね、ぜひともね、まあ仲良くしていただければ嬉しいかな。こんな男でございますね。なんかね、俺のことはね、なんか怖い男だとかつって思ってる方も結構いますけれども、どうなんだろうねみたいな感じですね。はい、そんな感じで、じゃあどうもありがとうございました。これで終わります。最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございます。